吉谷さん、いや寝てるだけの動画ね、これね、たまに思い出すんですよ。まあクリックしないですけどね。まあこのね、100時間ライブはちょっとふざけんなと思いましたけども、100時間やりましたね。まあどんな内容でもね、これやりのけたってのがすごいなと思うんですよ。いや私この100時間ライブってのを私はやろうと思わなかったんですよね。それだけでももう吉谷さんに追いつけない要素がここにもあるなと思いましたけども、100時間ライブに付き合う人がいるってのもすごいですね。で当然100時間なんで、まあ大体単純に5日間じゃないですか。まあ寝ますよね。寝るってことは寝てるところもまあライブで流すんだろうなと思ったらその通りやってて、でしかもこれ寝てるだけのところもアクセス取れるんですよね。いや不思議ですよね。だからね、この寝てるだけの動画を見てる人ってどんな気持ちなんだろうとか思っちゃうんですけども、まあどんなところにもニーズがあるということなんでしょうかね、やっぱりね。だから狙った動画を作っても再生数は上がらないのに、もうどうでもいい動画でもね人は見るみたいな、そんなね、可能性がこの YouTube にあるのかなと思いますし、多くの人はね自分のことを棚に上げて人の生活とかね人の行動にもうケチをつけたいというか興味があるんですよね、やっぱりね。まあそういうところに YouTube ってのがうまく入り込めるところなのかなと思います。このね吉谷さんと私の動画のやり取りも基本的にはワントゥーワンなんで、まあ、他の方見てもしょうがないんですけども、でも他の方もね見てくださって、まあ、時にはね何千人、時には数十人数百人と見ていただいて、しかもなぜかそこから発注が上がるみたいなねことも起きてくるということでざっくり言って、この億万長者合宿の動画のやり取りだけでもまあ何百万とかね金額が動くんだろうなと思うわけですよ。実際私の方にも一応収益上がってますね。この億万長者合宿を見ましたとか言って、まあこういう事例がありますんで、まあ、多くの方ねこれを見てですね、あれが稼げない、これが稼げないっていう前に、まあ、行動することなんですよ。行動は何かっていうと、商品を買うことではありません。あなたが売ることなんですよ。あなたはいつまでたっても売らないんですよ、ね、その商品すら作ってないでしょ。それは商品がない、売ってない、集客してない、売れないですよ、うん、だからね、なんていうんですかね、私自己アフィリエイトの、それから弊害だと思うんですけども、自己アフィリエイトって売上を一人で作ることできるじゃないですか。だからそこから離れなくなっちゃうんですよね。だからそういう発想じゃなくって、あれはね、自己アフィリエイトっていうのは、言ってみればね、お試し、試食ですね。試食販売で毎日お腹がいっぱいになる方法みたいな感じなんですよ。どうですかね、試食販売の方に行って、ウインナーとかなんとかやってるじゃないか。それをね、今日ウインナー食べる気じゃないんだけど、とりあえずウインナーしか試食してないからちょっともらって食べるか、今日もお腹いっぱいになっちゃったとか言ってからね、ただで一生を暮らす方法みたいなもんじゃないですか。でもそうじゃないんですよ。試食を食べてね美味しいなと思ったら、これ美味しいよって勧めてあげるのがビジネスなんですよ。だから自分でずっと食べていて自家発電してたら、それはね収益上がらないですよって形なんですよね。まあ、ですんでね、本当にトライしてもらいたいと。小さな稼ぎでも悪くはないんですけども、その小さな稼ぎにねいつまでも満足するんではなくて、最初の収益をどのように広げていくかっていうところに知恵を使うのがビジネスですから、まあ、そうしていくことによって今みたいな状況でもきちんとお金稼げていけるわけなんですよ。でお金が稼げるだけじゃなくて、多くの方がどこに勘違いをしているのか、集団幻覚ってのは何なのかってことがよくわかるんですよね。吉野さんの動画見てくださいよね、コロナの動画で煽ってますか？煽ってないですよね。たまに言葉としては出ると思いますけども、全然そこじゃないんですよ、やることは。世界がどんな状況であろうとも、それから国がどんなね緊急事態しようと、やることは変わらないんですよ、ずっと。でむしろね、緊急事態宣言が出たり、いろんなね疫病が流行ったりとかして、やることが変わっちゃうってことは、世の中にものすごくね影響を受けてるってことなんですよね。そうではなくて、自分が世の中に影響を与えていかないとビジネスってできないわけなんですよ。いつまでたっても翻弄されてね、状況が悪いからしょうがないよね、じゃあビジネスじゃないんですよ。じゃ悪い状況をぶち抜いてね、やっぱり自分の目標の収益を上げていくってところがビジネスなわけですから、自分の思った通りの人生をデザインするためにも、ぜひねビジネスっていうかね、お金を手に入れるってことは必須なんですよね。もう感じてらっしゃる人が多いと思いますけども、自分の思い通りの金額を手元に引き寄せていく、そのために私たちは毎日を過ごしてるんだと思うんですよ、うん、そっからですよ、全て始まるのは。だってね、ケーキ食べようかなと思っても余計なお金がないと買えないわけじゃないですか。必要最小限の飲食になっちゃいますよね。これはね、特にバカにするわけでも何でもないんですけども、まあ、今ね状況苦しくって、収入がなくって、家賃も払えるかどうか分かんなくって、カップラーメンを1日1個食べて暮らしてる人いるんですよ。いや、それが人生かなと思うんですよね。それは仕方なくそうやってると思うんですよ。
でもね、こういう仕方なくやることって続かないです。非常事態宣言も続かないです。これね、あとね1ヶ月2ヶ月と非常事態宣言続いて今みたいな暮らししたら必ずね暴動が起きるとまでは言わないんですけども、多少の犠牲は覚悟しても経済動かそうぜっていう風になるわけですよ。で、じゃあそうなった時ね、もしそうなったとしたらそうなると思いますけども、じゃあ今の我慢は何だったんだよって話なんですよ、ね、だから私たちはね、人生をどう生きるかなんですよ。死なない程度に生きていくっていうのはもうこれはね、残念ながら、いろんな捉え方ありますけども、私は人生じゃないと思うんですよね。死なない程度に生きていくっていうのはそうじゃないんですよ。いつ死んでもいいように覚悟しておくこと、でそれによって、無限のエネルギーが生まれてくるんじゃないかなと思いますけどもね。だからといって積極的に死にたいという気持ちではないですよ。そうではないんですけども、我が身をかばってなせることってのはそんなにないんじゃないかなと思うんですよ。むしろね、自分の体を危険にさらしてリスクに、リスクテイクしていってね、リスクを積極的に取っていって、もうリスクってのは要するにみんな取りたがらないんですよ。そこにでも俺はちょっとリスクを取りながらチャンスも取るぜみたいな感じですよね。思うにリスクとチャンスの関係ってこういうふうなね、一定の、相互関係があると思うんですよ。リスクを10取るとチャンスも10に広がると、リスクを3しか取らないとチャンスも3ぐらいしかないと、ね、リスクを全く取らないとチャンスも全くないみたいな、こういうふうな関係、ね、があるんじゃないかなと思うんですよね。で、私は取るときはリスクをむちゃくちゃ取ります。で、リスクを1000取るときにはリスクヘッジも1000するんですよ。それがビジネスだと思うんですよね。まあこれの私の公式はそんな感じですけども、もしかしたら皆さんと考え方は違うかもしれないですね。まあリスク上等なわけですよね。心臓がいつ止まるか分かんないわけじゃないですか。もう生きてるうちに、元気なうちに、足が動くうちにね、手が動くうちに、頭が動くうちに、まだ年齢が47歳のうちにトライしとかないと、48になったらもうできないですよ。ね、今50歳をお迎えの方、いやー49歳の時やっときゃよかったって思うでしょ。ね、40の時やっときゃよかったと、35の時にやっときゃよかったと、20歳の時やってよかったとね、思うわけでしょ。私も思います。ですから、私はね、60歳になった時に、いや40代の時やっといてよかったって思えるようなね、そんな40代を過ごしているつもりです。で、振り返ってみると、40の時にネットビジネス飛び込んどいてよかった、 YouTube をやっといてよかったしか思えないですよね。過去の自分が私、今日の自分をね、ものすごく支えてくれてるっていう風な、過去の自分に本当感謝ですよね。まあそんな感じで自画自賛で今日の動画終わります。いってらっしゃい。